伊丹市にある陸上自衛隊の駐屯地で来年就職を控えた高校生などを対象にした職業体験イベントが行われました。少子高齢化などで年々入隊者が減っている自衛官の志望者を増やそうと今回初めて企画されたこのイベント職種博には近畿2府4県から集まったおよそ150人の学生やその保護者などが参加しました。参加者らは自衛隊第3師団の先祖駐屯地で活動する音楽隊の奏でるマーチの歓迎を受け16種類あるこの基地での仕事について説明を受けるとともに時速100キロで走ることができる最新の戦車や大砲それに救助現場で活躍するヘリコプターなどを間近で見学しました。予想以上に大きくてタイヤもすごい大きくてびっくりしてます。ちっちゃい時からずっとなりたかったので今日は見学に来ました。今災害派遣とかもねすごい活躍してる自衛隊でもあるんで、いいなと思います。この後災害の現場などで実際に炊き出しに使われている特殊車両で調理されたカレーライスに舌鼓を打ち自衛官の普段の生活についても理解を深めました。実はその陸上自衛隊の中にはいろんな職域があっていろんな装備品もあって例えば整備、通信、医療そういったものもあるんだというのをちょっと感じていただいてですね将来のその選択肢となれればなと。第3師団本部は来年以降もこの催しを続けていきたいとしています。